ベザイテイイズミは落語家。落語協会所属の新内。門は、片見、出林、畜部踏。1976年、東京都墨田区出身。2005年8月、三遊亭カルタに入門し、翌年3月前座となる。前座名は、宇たす2009年6月、三つ目に昇進し、意気化と改名。2016年12月、 第2回渋谷落語創作大賞を受賞した。2021年3月下関より、竜帝つばめさん、柳屋三郎、九代目、春風帝龍氏、三遊帝連生と共に、新内に昇進、別財帝泉と改名。夫は同じく落語家の柳屋小八。入門前は、食品系の企業で、人事担当をしていた。 そこでの経験が自身の新作落語にも生かされている。主に新作落語を演じる。女性という立場を活かした独自の視点による作品が多く、落語評論家の広瀬和夫に女でも落語ができるではなく、女だからこそ面白い落語ができるとの明確な v ジョンを持って、落語の歴史を塗り替える日も近いと評されている。竜亭小道と仲がいい。 ちょっと立ち話をのつもりで2時間も話していたこともある。おじいせん、コンビニ参観、影の人事家、銀座生影娘、卒業、オレオレ、二人の秘密、とんがりコーンそのまま食べるか、指にはめてから食べるか、すぶや、ヒーロー、プロフェッショナル以下、三遊亭白鳥作、バリバリ女子大生、恋する蛇女、奥山病院期間、座席なきと高い、落語の仮面シリーズ、 ありがとうございます。